ハッピーゲート門番の施工例をご紹介します。オフィスの出入り口に取り付けます。設置用に下地を準備します。左右の下地にサイドフレームをボルトで固定します。巻き取りボックス固定ボルトを仮止めし、巻き取りボックスを取り付けます。仮止めしたボルトに引っ掛けた後、ボルトを締め付けてしっかり固定します。基板のコネクターへ周辺機器を接続し、ブレーカーに電源線を接続します。電源を入れて一旦シートを巻き出し、ファスナーをガイドにセットします。巻き取りボックスのカバーを取り付け、操作スイッチで停止位置や機能設定を行います。試運転をし、正常に動作することを確認。施工完了です。